盲目の者、盲目の者は、人類誕生以前の先住種族の一つ、外宇宙から飛来し、6億年前には地球をはじめとして太陽系の4つの惑星を支配していた。詳しい形状は不明だが、半ポリプ状で、物質的なのは体の一部のみという異質な生命体である。視覚の代わりに、あらゆる物質的障壁を通り抜ける特殊な知覚を備えている。また、空を飛ぶことができるが、翼は持っていないらしい。その他にも、一時的に姿を消すことや大風を操ることが可能である。精神構造も通常の生物とは全く異なっており、口述する、大いなる種族、でさえ、精神交換が不可能だった。しかし、ある種の電気エネルギーを受けると破壊されてしまう。太古の地球に無双の塔の都市を築き、当時生息した繁殖物的な塩水体生物を捕食していた。しかし、やがて、この塩水体生物の体を乗っ取ったイースの大いなる種族から思わぬ攻撃を受け、地球内部の洞窟に追いやられてしまう。洞窟の入り口は封印され、その後、地上では大いなる種族が繁栄することになる。盲目の者は、もともと光を必要としないこともあり、地下での生活に適合したが、復讐を忘れることはなかった。長い年月の後に再び地上に現れ、塩水体生物を滅ぼした。ただし、これを予期した大いなる種族は直前に塩水体生物の体を離れていた。復讐心を満たした後は、地上の再支配を望むこともなく、地下の深淵で衰退していった。しかし、人類が生息する現代、彼らはまだ滅亡していない。